どっちかが多いね。それか、マジで持って。あ、うん、いいよ。ごめん。僕は持ってごめん。見せて。見せて。顔見たら嫌だね。目が悪くて出るやつじゃなくて、目から鼻に抜ける涙管がちょっと、つまりね、この辺とかこの辺の目薬ありますよね。何回刺します？まあ、刺しあんまりたまに気をつけてください。これを3回以上刺してください。1日。これ蜂酸、ヒアルロン酸からクロロヒスミかな。まあ、蜂酸が目を洗う、弱い殺菌作用があります。ヒアルロン酸が目を潤すから、そう。まあ嫌がらんかったら鼻にもやってもいいけどね。でも鼻はそう奥に入っていかんからさ、まあ、鼻は、まあ、やってもやらんねん。目をちょっと3回ぐらいやってあげるとだいぶ違うんじゃないかな。耳。耳。ちょっとマズロを軽くコントロールして。うん。耳も臭くないですね。ただ毛が、毛がすごいね。またトリミング行くんですか？最近赤度行くつもりです、うん、結構行くと結構短くされますよね。ええ、しますね。はい、今度こっち。あ、ちょっとお口が匂ってる。すごい嫌がるんです、鼻の。舐めさすだけは舐めさすんですけど。痛いのはもう何ですかね。あ、でも匂ってくると、まだ歯周病が始まってるから、あれですね。そう、はい。ごめんね。ちょっと奥歯にスプレーでちゃう。うん。ここ。ちょっと小さいね。見えます。うん。多分同じようにこのまた奥も。どうしたんだろう。かなり抜きましたもんね。はい。ここは。そうですね。奥歯前がいい。23万か。再建しなかったね。あとだ。もう申し訳ない。申し訳ないけど、あのデンタルケア、口のケアはまた後でやりますんでね。じゃあ一回この顔を部屋に入れてください。